年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。1番人気はもちろんこの子グラスワンダー、3番人気にはシンボリルドルフ、さあ2番人気はこの子天皇賞馬娘。スペシャルウィーク真っ向勝負に注目だ。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは5番、8番、東海帝王。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー。長丁場のこのレースですが、5番早くも先頭に躍り出た。まもなく第4コーナーカーブ。5番早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手はシンボリルドルフ、12番、3番手そのうち並んで東海帝王。5番手には8番、少し後ろからスーパークリーチ。順位を振り返っていきます。先頭は相変わらず5番続きました、シンボリルドルフ。外には東海帝王、少し後ろから12番、それを見るように8番、そしてその内から行ったのはスーパークリーク。そしてその外、成田ブライアン、内をついて15番、1馬身離れてスペシャルウィーク、内の方からゴールドシップ、少し離れて11番、後からグラスワンダー、それを見るように13番、そしてその内から行ったのは10番、さらにエアグルーヴ7番。最後方からのレースになりました。2コーナー回って向こう正面、先頭5番、レースはよどみなく進んでいます。続いては東海帝王、残り 1000m を通過。ゴールドシップ伸びてくるか。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。先頭は変わらず5番、2馬身、3馬身開いて東海帝王。3番手にゴールドシップ、その後シンボリルドルフ、その後ろにスーパークリーク。8番並んでくる、外から行く成田ブライアン、少し離れてグラスワンダー。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。ゴールドシップ、ここで抜け出した。この直線で勝負が決まると、中山の直線は短いと、後ろの子たちは間に合うか。外から上がってきたのはスペシャルウィーク、抜け出したのはゴールドシップ。だが後続も追いつかれ、残り200、先頭スペシャルウィーク、しかしその差はわずか。スペシャルウィーク8色は衰えない。お見事、スペシャルウィーク100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。夢のグランプリを制したのはスペシャルウィーク。年末最後の大一番を制し、栄光のセンターの座を手に入れた。2着、真夏日ばりの熱戦でしたね。